はい、どうもおもでございます。岩下さんのお話をもうちょっと掘り下げてみましょうか。美術部の部室の話ですね。あの怖い絵の話なんですけど、一応最後に残っ一番古いセーブデータがこれなんですけど、行ってみるか。ここはでもあんま分岐しなさそうだよね。そうよね、玉込飯くん絵が好きなんですものね。きっとそう言ってくれると思っていたわ。絵が好きなのと美術室に行くかどうかは全く別の話だと思うけどね。それじゃあ皆さん場所を移動しましょう。大丈夫よ、物質の鍵は私が持っているから。どうして私が持っているかって、想像にお任せするわ。別に想像しないけどね。なんだっていいよ。さあ着いたわ、ここにあるの。皆さんにその絵をお見せするわ。私ね、時々見せてもらってるの、その絵をね。お前もなんか取り憑かれてんじゃないか。だから場所は分かってる。さあそこに山積みにされたキャンバスの中よ。何度見てもまがまがしさがすごいな。そう、その3番目の油絵、それを取って、大事に扱ってね。サイレントヒルの裏世界みたいな背景してるもんね。この一枚の女性の肖像画、皆さんはどう思う？何か感じるかしら。玉虫くんはどう？何か感じて。え？ここってどっちにしたっけ？君が悪いにした気がするな。別に感じない。感じない？本当に何も感じないの？あなた、霊感があると思ったのは私の勘違いだったのかしらね。いろんな人に霊感があると思われてるな、私。まあいいわ、話を続けましょう。この絵はかわいそうな絵。日の目を見ることのないかわいそうな絵だわ。この辺は一緒か。いや、ちょっと飛ばすか。ああ、選択肢出てきた。飾ってはいけないにしたよね、前は。飾ってもいい。ありがとう。きっとこの絵も喜んでいるわ。私には聞こえるの。いきなり発狂して、この絵ぶち抜いてやろうかな。消えーつって。絵がありがとうって言ってるのが。やべえやつだな。こいつ一番やべえやつなんじゃねえか。まだあと3人ぐらい残ってるけど。一番目立つところにかけておいてあげましょうね。そうね。そこがいいわ。なんか潜在的犯罪者の匂いがしますよね。どう、素敵でしょ。なんだか絵が嬉しそうだわ。とても怨念が宿っているなんて思えないわよね。それじゃあ戻りましょうか。大丈夫よ、ちゃんと美術室にも物室にも鍵をかけておくから。ごめんなさいね皆さん、私のわがままに付き合わせたみたいで。玉込飯くん怒ってる？え、怒ってないにしたっけ前。怒ってるにしてみるか。いけないわ、怒っちゃん。ほら、姉が見てるわよ。あんな強い怨念の宿っている絵の前で怒ったりしてはダメ。せっかく静まっている怨念が目覚めるかもしれないでしょ。なんなら目覚めてるでしょ、すでに。目覚めてなかったらこんな絵存在しないからな。あの絵、なんだかあなたを睨んでるような気がしない？もうこの絵が存在してる時点で怨念いるでしょ。どうしたの？顔色が真っ青よ。もしかしたら何か見えたのかしら。絵の顔が変わったとか。変わった？なんて口からで任せだけど。さあ行きましょう。時々動いたりしてたら相当怖いのにな、この絵。でも玉込飯くん、本当に何か見えたんなら気をつけた方がいいわよ。あなたに対してメッセージが送られてきてるのかもしれない。なんかこの後変なもん交わされそうだな、こいつに。気づかずに無視してしまったら。ああ、そんなこと考えたくもないわよね。さあ着いたわ。じゃあ皆さんが席に着いたところで話を続けましょうか。あの絵を描いた人はね、あの肖像画の本人なの。自画像というわけね。昔うちの学校にいた生徒よ。もちろん彼女は美術部だったわ。名前を清水智子って言ったの。清水さんはね、おとなしい人だったそうよ。物静かでいつもキャンバスに向かっては絵を描いていたの。絵が好きで将来は美大を目指していた。でもその夢は叶わなかった。あの絵を描いた直後に死んでしまったから。うん、殺されたの。まあでもこの辺は飛ばしていいのかな。はい、ただいま。ここは燃やしてしまったを選んだので、確かここのセーブポイントもあったよな。破いてしまったから順に見ていくか。破いたですって？よくもそんな乱暴なことを言えるわね。燃やすのも大概だろ。一緒だよ。あなた本当に絵が好きなの？それとも適当に調子を合わせていただけ？後者もありますけど。私に嘘をついたの？私嘘つきは嫌いよ。なんだなんだなんだ、怖い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 。うん、違うわよね。玉込飯くんはそんないい加減な人じゃない。怖いな。いちいち怖いな。なんか絶
対付き合いたくない女ランキングのトップ3には入るな、こういうタイプ。私にはわかるわ。ちょっと冗談を言ってみただけなんでしょ。こういう人が好きな男性もやっぱ いるもんなのかね。わかってるわ。でもね、私は嘘をつかれるのと同じくらい悪趣味な冗談も嫌いなの。玉虫くんだから許すけど、もうやらないでね。なんか好かれてます、私もしかして。怖いんだけど、逆にいっそ突き放してほしいんだけど。そうそう、絵をどうしたかって話だったわね。燃やすのか。結局結局お坊さんを呼んで、ああ供養なんだ。燃やすと供養に分岐があるんだね。お坊さんを呼んで供養することになったわ。でもダメだった。彼女の霊の執着心の方が強かったのかしら。どんなに供養しても姉よは美術室に舞い戻ってくるのよ。それでもうどうすることもできなくなって放っておくことになったわ。別に害があるというわけではないしね。とりあえず彼女が絵を仕上げることで満足をするならば、それを温かく見守ろうということになったの。絵は毎日少しずつ仕上がっていったわ。ほとんど見分けがつかない程度で。そして絵は完成した。美しい清水さんの自画像が出来上がったの。そして絵が完成すると同時に、今度は美術室から消えてなくなったのよ。なくなったらなくなったで気味の悪いものよね。あれほど怖がっていたくせに、今度は絵を探し始めたの。絵はどこにあったと思う？彼女の家、物質。あ、ここはセーブしといた方が良さそうだな。セーブ。絵は彼女のお墓にあったら一番怖いけどね。まあ、見当もつかないわ。打線択肢だよね。彼女のお墓。どうせ当たるんでしょ？絵は彼女のお墓の前にあったの。そしてそこに一人の男が倒れていた。おお墓の人何してんだよ。住職とかいないの？汚れたジャンパーを着た見慣れない男。発見された時にはもう死んでいたわ。死因は心臓麻痺だそうよ。デスノートか。そんな人がなんで彼女のお墓で死んでいたのかはわからない。でもひょっとして清水さんを殺した犯人はあいつだったのじゃないかしら。肖像画が復讐したなんてちょっと考えにくいかしらね。でも私にはそう思えるの。それから清水さんの幽霊が現れることも、絵が消えてなくなることも、絵が消えることもなくなったわ。だから余計にそんな気がするのよ。ぽいね。復讐だろうな。だけどすごいわよね。そんな方法で復讐できるなんて。私ももしもに備えて、いつでも復讐できるように考えておこうかしら。幸福は。さて私の話はこれでおしまい。割と普通の終わり方だったな。じゃあ、物質にしてみるか。そう、いや物質にあったのよ。美術部品の男の子が持ち出していたの。なんでそんなことをしたかって？清水さんのことが好きだったからよ。いやそうはならんやろ。だから死んだ後も清水さんがこだわり続けた肖像画が欲しくなったのね。それからが大変だったの。男の子が清水さんの絵から離れようとしないのよ。先生に怒られても夜になってもね。やべえやつな。最後にはその子の家族の人が来て説得したわ。この学校2人に1人ぐらいは変なやつなんじゃないの？でもその子は聞かなかった。根が生えたように動かずにじーっと絵だけを見つめてるんですって。仕方なく絵の方を動かそうということになったのよ。家に持ち帰ればとりあえず男の子もついていくだろうからってね。そして実際その通りだったわ。男の子は絵を抱えた家族の人に連れられてフラフラと家に帰っていった。そしてそれっきり学校に来なくなっちゃったの。部屋の中で絵を見つめたまま身動きもしないらしいのよ。やばいな。ご飯も食べず眠りもせずずーっとね。そんなの3日2晩続けたら死ぬでしょ。それが1ヶ月近く続いたの。死んだな。そいつ死んだやろ。家族の人は心配して病院に連れて行こうとまでしたらしいわ。遅えよ。1ヶ月経ってから病院に連れて行くのはさすがに遅い。2週間でしょ、持って。でも絵から引き離そうとすると暴れ出すんですって。人間とは思えないほどの力でね。最後の手段として家族はカウンセラーを呼んだのよ。人間とは思えないほどの力ってよく言うけど、人間とは思えないほどの力ってどんな力なんだろうな。ワンパン殴られただけで岩3つぐらい突き破るような力なのかな。最後の手段として家族はカウンセラーを呼んだのよ。でも少し遅かった。カウンセラーの人が彼の部屋に入った時、彼はもう息をしていなかったの。死ぬよね、そんなの。そんな飲まず食わずで寝ずが続いたら衰弱して死んでしまったのね。でも不思議なことに、それでも座ったまま壁にかけた絵を見上げていたそうよ。動かそうとしても石になってしまったように、ポーズさえも変えさせられなかったって。彼のお葬式が終わってから肖像画は学校に返されてきたわ。いやもう秘密裏に葬るでしょこんな絵。2人分の思いがこもってるんですものね。
近づいたら自分も彼のように見入られてしまうかもしれないわ。あれはそういう、そういう言われのある絵なのよ。特級呪物ですね、完全に。五条悟予防？あら、怒ったような顔しているね。今更ながら怖くなってきたんじゃない？それで言ったらあなたが一番ずっと怖いんですよ。それじゃあこれで話を終えるわね。次は誰かしら？一応、彼女の家にし、もし、見てみるか。絵は彼女の家に戻っていたの。しかも彼女の部屋のベッドの上にね。もちろん誰かが持ってきたりしたわけじゃないのよ。家族の人は驚いたでしょうね。でももっとびっくりするようなことがあったの。次の日になると彼女の家からも絵が消えてしまったのよ。ここまでの話を総括して全く驚かないですね。知らせを聞いた美術部員の一人がもしやと思って美術室に行ったの。そうしたらあったのよ。元と同じ位置にあの肖像画がね。大騒ぎになったわ。でも放課後になると絵はまた姿を消した。結構自由奔放だね。旅人かな。そして彼女の家に現れたの。それでみんなようやく気づいたのよ。あの絵は死んだ清水さんの代わりに学校に通っているんだってね。それから毎日絵は学校に帰ってきたわ。やだな。でも何か害があるわけではないし、好きにさせてあげようってことになったの。清水さんの家族もそれを望んでいたしね。いや供養でしょ、まず。第一の選択肢として供養でしょ。そうして数ヶ月が過ぎたある日のこと。多分供養じゃどうにもならないから呪術高専にお願いするしかないでしょ。変なことが起きたのよ。どんなことだと思う？あ、選択肢だ。彼女の家が火事になった。彼女のいい家族が交通事故にあった。うわ、すげえなこのゲーム。選択肢豊富だ。彼女の家が火事になったの方が面白そうだから交通事故にあった。彼女の家族が乗っていた車がブレーキ事故か何かで崖から落ちたのよ。全員即死だったっていうわ。連れてったってやつだね。お葬式が終わって清水さんの家には親戚のおじさんが引っ越してきたの。よくそんなとこに引っ越せるな。それでその人が彼女の絵を嫌がって学校に寄付するって言い出したのよね。学校側は引き取ったんだけど、それがいけなかったのかもしれないわ。ある日、美術室にあるはずの彼女の絵が突然消えてしまったの。今なおその絵の話してるけど、今なおここにある絵なんだよね。一応親戚の人に聞くことになったわ。でも電話をしても誰も出ない。何度かけ直しても全然繋がらないの。しょうがないから美術部顧問の先生と部長とで家まで行ったんですって。だけどやっぱり応答がないのね。そのくせ中からテレビらしい音がしているのよ。イルスかと思ってドアノブを回したら案の定鍵開いているじゃない。だから開けてみたんですって。不法侵入だけどね。そうしたら親戚のおじさんが喉から血を流して死んでいたの。それからもう警察を呼んだり大騒ぎだったって。おじさんの傷は何か大きな動物に噛みつかれてできたものだったそうよ。大きな動物、あなた何か想像できる？大きな動物、ゴリラ。ゴリラですかね。私にはできるわよ。だって現場には例の肖像画が落ちていたんですもの。え？どういうこと？その絵の中の彼女の口元に血のようなものがついていた。あー、絵が飛び出してきて噛みついたってことか。チャダルヌークかな？なんて言ったら信じてくれるかしらね。清水さんにしてみたら自分の家を奪われたも同然ですものね。だからって殺すことにはならないけどね。いいえ、もしかしたら家族の人の事故もただの事故じゃなかったのかもしれないわ。卵飯くんったら怖い顔。私の勝手な推理を本気にしちゃったの？絵についていた血は飛び散った時についたものかもしれないじゃない。真相は闇の中なんだから。これで私の話は終えるわね。あー、面白いな。残りも見るか。じゃあ彼女の家が火事になった。ある日の真夜中、彼女の家が火事になってしまったの。家族の人は逃げ出して無事だったんだけど、家は全焼してしまったわ。当然彼女のベッドの上にあった例の絵も燃えてしまった。焼け出された清水家の人たちは親戚の家に行くと言って引っ越していったわ。ところがそれからしばらくしてまた美術室に例の肖像画が姿を現したの。火事は激しくて何も残ってなかったはずなのにね。それだけいい残っていた清水さんの思いが強かったってことなんだろうけど、でもね、一つ問題があったの。彼女の家は燃えてしまった。そして家族の人も遠くへ引っ越してしまったでしょ。そう、あの絵の帰る場所がなくなってしまったのよ。それから夜になっても絵が消えることはなくなったわ。その代わり深夜になるとしくしくと泣き出すという噂が立ったのよ。彼女にしてみればきっと寂しかったのね。
でもみんながあんまり怖がるものだからとうとう絵を外してしまったの。そして美術部が保管するということで収まったのよ。それから何も事件は起こらなくなった。でもね、私は思うの。彼女は家族を探しに行きたいんじゃないかしらってね。それなのにあんなところに押し込められてたんじゃそれもできないでしょ。わかった？私があの絵を出したのは、出したかったのはね、彼女に家族を探すチャンスをあげたかったからなの。この人が一番怖いな。私の考えが正しければあの絵は家族を探しに行くはずよ。ねえ、見に行ってみましょうよ。ああ、まだ続くんだな。一緒に行ってくれればよね。でも楽しみよね。ひょっとしたら絵が動き出す現場を見られるかもしれないのよ。あ、でも見たことないんだ。ドキドキするでしょ。さあ、扉を開けるわよ。おお、見て、玉串くん。絵はかかったままだけど、中の人物がいないわ。すげえ話だな。絵が変わったんじゃない？あの絵の角のかすかなシミ。さっき私も見た覚えがあるもの。っていうか、背景ごと抜け出したんだな。背景は残ってていいもんな気もするけど。肖像画から人物の部分だけが抜け出してしまったのね。こんなことになるなんて。でも絵から抜け出した彼女はどんな姿なのかしら。興奮しているね。髪のように薄っぺらなの？それとも描かれた上半身だけの姿？そもそも清水さんの姿をまだ保っているのかしら。好奇心が抑えられていないな。玉串君はどう思う？予想外の結果だったけど、これで私の話は終わりよ。部室に戻って次の話を聞きましょう。あー、面白かった。じゃあセーブしますか。もう一通り見た感じあるよね。じゃあちょっと短いから、そうだな、もう1話ぐらい見ますか。長くなっちゃうかもしんないけど。じゃあ次は全く細くない細田くんのお話を聞きますか。この人ってプレイステーション版ではそうだったんだけど、便所の話しかしない人なんだけど、スーファミ版でもやっぱそうなのかな。こんにちは、僕は2年 C 組の細田智春と言います。なんかそんな感じの人、 YMO だっけ YMC だっけ、なんかいなかったっけ。皆さんよろしくお願いします。早速怖い話をしますけど、玉込飯くん。はいはい、なんでしょう。君トイレには行くでしょ。まあ行くね。トイレって怖いよね。学校にまつわる怖い話でもトイレに関するものが一番多いんだよね。まあこの学校は別にトイレじゃなくても地味毛量がパッコしする学校の可能性は大いにあるからね。そこいら中で百鬼夜行が行われてそうですけど。トイレってさ、女子はみんな個室じゃない？それに男子だって大きい方は個室でしょ。あの息が詰まるような狭い空間、あれは真面目に怖いよ。ああ、息が詰まるような狭い空間なのはあなたの体型の問題だと思いますけどね。体型依存だと思いますけど。特に誰もいない夕方のトイレ、寂しくて隙間風なんかがスースー忍び込んできてなんか嫌だよね。ドアがキーって開いて誰かが入ってくる。でもそれが誰だかわからない。そして足音だけがコツンコツンって響いてきてこっちに近づいてくる。もしそれが殺人鬼だったら。想像力が豊かですね。思わず叫びたくなっちゃうよね。被害妄想が過ぎるな。そんな心理的なものが作用して自然と怖い話が多く生まれたんだと思う。でもさ、トイレって怖いことが多いよね。じゃあ僕はそのトイレにまつわる話をするからね。あなたいつもトイレの話してますよね。それでね、僕はこれから君のことを確かめたいのさ。実際お腹弱そうな顔してるもんな。いや別に変なことじゃない。僕は霊感が強いってよく言われるんだよ。結構変なものを見てしまうんだな。それでね、僕は君と同じものを感じるんだよね。やめてよ。シンパシー感じないでよ。同族だと思われてんの？なんていうのかな、オーラっていうのかな。私そんなオーラ出てますか？電波っていうのか波長っていうのか、とにかく君と僕は同種の人間に思えるんだよ。それで君と一緒ならば霊気もさらに強まると思うんだ。これ便所に行く流れか。だからさ、ちょっと僕と一緒に付き合ってもらえないかな。付き合ってくれるって言っても変な意味じゃないよ。分かってるわ。一緒に行ってほしいところがあるってことだよ。分かってるわ。どう、一緒に付き合ってくれないかな。じゃあここでセーブしますか。付き合う、付き合わないにしたらどうなるんだろうな。できれば付き合いたくないもんね、こっちの本音としては。そんなこと言わないでくれよ。僕の話がここで終わっちゃうよ。頼むよ、絶対に面白い記事になること受け合いなんだ。ここで話していても噂が半減するだろ。新聞部員としての好奇心を出してくれよな。どうする？付き合わない。
そんなこと言わないでくれよ、出た、ドラクエ。僕の話がここで終わっちゃうよ。頼むよ、絶対面白い記事になること起き合いなんだ。ここで話していても怖さが半減するだろ。そのうち風とか吹いて、え、今なんてって言われる。新聞部員としての好奇心を出してくれよ。あ、どうする？付き合わないですね。そんなこと言わないでくれよ。あー、これは無限ループか。じゃあ付き合うか。何が何でも付き合わなきゃいけないんだな。ドラゴンクエストですね。そう、嬉しいな。2回断ったけどね。そう言ってくれると思ったよ。それじゃあ早速行こうか。もちろん皆さんも一緒にいらしてくださいね。なーに、大したところじゃないんです。トイレですよ、トイレ。知ってた。ちょっとね、新校舎のトイレツアーに行こうかと思ってるんですよ。なんだトイレツアーって。いやね、新校舎のトイレには何か変なものが出るっていう噂があるんです、あるもんですから。新校舎なんだね。新校舎って言い方的に旧校舎もあるんでしょ。卵飯くんと一緒にぜひそれを確かめたいと思いまして。もし卵飯くんがトイレから霊気を感じたら一緒に中に入ってみましょう。いやいや、いやだな。やだな、いろんな匂いが混じりそうだな。それじゃあ皆さん行きましょうか。悪臭がすごそう。卵飯くん、まずは新校舎の1階の北側にあるトイレだよ。どう？何か感じるかい？感じるんだったら正直に言ってくれよ。え、今のところは何も感じないですけどね。一応セーブ、いやセーブしなくていっか。そうか、こっからは何も感じないのか。じゃあ次に行ってみようか。あからさまに変なとことかあったりすんのかな。もうそう感じ始めると窓の外とかあれ人影なんじゃないかとか思っちゃうよね。ここは新校舎の1階の南側にあるトイレだよ。どう？今度は感じるかな。感じてみるか。じゃあ、感じるのかい。そうか、よかった。で、どのトイレから感じるんだい。おそらさんは得意げに僕に聞いた。あそこの便器から。僕は指さした。そうかい、じゃあ一緒に入ってみようか。なんで一緒に入るの。別に一緒にいるだけでよくない？一緒に入る必要はないでしょ。おそらさんは嬉しそうだ。その時、おお、悪いんだけど私と一緒に入ってもらえない？おお、なんで？そういう性癖？福沢さんが、横から口を出した。やった、おそらさんと入れなくてもいいんだ。いや、そういう問題でもないけどな。でもまあいいでしょう。おそらさんは福沢さんの申し、福沢さんの推しの強さに負けたようだ。え、これ福沢さん、あー、Y？ Y と一緒に入んの？ねえ、卵飯くん、一緒に入ってみましょうよ。福沢さんに促されて僕はトイレの中に入っていった。カチャリと彼女がトイレの鍵をかけた。なんでなんで、何されんの？もしかして脱がされる？福沢さんも何かを感じるんですか？僕は聞いた。福沢さんは同じ学園ということもあって気が楽だ。感じる、こっからすごい霊を感じる。あ、もしかしてここからすごい霊を感じるっつって股間をこうわしづかみにされてなんか変なの始まっちゃう。福沢さんが震えながら言った。福沢さん、ちょっとお顔がね。うえ、突然彼女が口から大量の汚物を便器に向かって吐き出した。そしてゆっくりと顔を上げる。彼女は白身をむき出していた。そしてブルブルと体を震わせた。だんだん彼女の体の震えがひどくなっていく。トランス状態に陥っているようだ。僕は出口を彼女に塞がれ、トイレの隅でその気候を見守るしかない。さぞ怖い思いをしているだろうね、今。カリ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 。ふと彼女の気声に混じって別の音がしているのに気づいた。うっ、下を見た僕は気を失いそうになった。何カリカリって。彼女の吐き出した汚物に大量の虫がたかっているんだ。いや、虫でカリカリって音はしないでしょ。カメムシ？なんで？体内にカメムシ凍とんか、あいつ。カメムシはトイレのタンクから便、タンクから便器から湧き出るようにうごめいている。嫌だな、その絵はいらないよ。カメムシは別名草虫と呼ばれているくらいに嫌な匂いがするのだ。まあまあ有名な話ですね。カメムシのあの嫌な匂いと彼女の汚物の匂いが混ざり合って僕は失神寸前だ。彼女は相変わらずあの状態のままだ。僕は目を固く閉じた。もう頭が変になってしまう。そう思った瞬間、彼女が僕の肩を掴んだ。怖っ。ゆっくり顔を上げると、そこにはにっこりと笑っている彼女の顔があった。逆に怖えよ。どうだった、楽しかったでしょ。何が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 。そう言うと彼女は微笑んだ。彼女はすっかり元に戻っている。何が、一体どういうことなんですか。僕は彼女に聞いた。ちょっとここにいるレイに頼んで、卵飯くんに楽しい夢を見せてあげただけ。なに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 、邪眼。邪眼かけられた私。ジャスト1分だっつって。彼女は続けてこう言った。
私が念ずると霊とコンタクトが取れる時があるんだ。玉虫くんが霊を感じるなんて思ってもいないことを言うから、ちょっと意地悪をしてあげようと思って。サザエさんかな。そんなバカな話があってたまるか。マナジャー腕時計を指さしてこう言った。長く感じたかもしれないけど、あれからたったの15秒しか経っていないんだよ。こいつジャガン使いだな。ジャスト15秒だ。僕は力が抜けた。彼女の言ってることが嘘でも本当でも、そんなことはもうどうでもいい。いや、そこはできるだけ確かめたいけどな。早くこっから出たい。気分が悪い。あ、大丈夫？彼女が僕の背中をさする。あ、さすらないで。さすったらダメ。やってしまった。あらダメね、こんなに吐いちゃって。ひょっとしてもらいゲロってやつ？これちょっと見てる人にも不快だと思うけど、俺もちょっと今結構気分悪いからね。マジでもらいそう。彼女はそう言って僕を笑い飛ばした。俺は悪くないけどごめんね。俺の鍵を開けると彼女はみんなに言った。玉込飯くんはあまりにも、霊を感じすぎて戻しちゃったの。さあここにはいない方がいいよ。早く物質に戻りましょう。僕はもう彼女を絶対に信じない。ああここまでか。他の部屋というか他のトイレも見たいよね、ホスナ。ということで次回、ホスダ智春続きやっていきましょう。ということでありがとうございました。また次回よろしくお願いします。またね。